でもこれあなたの独断先行風景を見るシミュレーションゲームみたいな。シミュレーション。ここにいるぞ。シミュレーション。左左左。ここあいいぞいいぞいいぞ。危ない。あ逃げろ逃げろ逃げろ。げろいやそこまでワープすんのはびっくりだな。そう俺もマジでびっくりした。いや本当にね。通ってきた場所の背景見せられてさ、階層でも見てんの走馬灯だよ。マジで走馬灯だってよ、ほんと。いや、ジェンセンの時はまだ腕伸びただけ。いや、腕伸びるのもおかしいけどさ。うん。はい。おおバグってるジェンセン住んだけどね。車に乗っただけでね7キロワープしちまった、うん、そうびっくりだなマジコンタクト敵部隊を確認した。なんでこんなとこに故障したヘリと、あこれさっき落としたヘリの生き残り、ひょっとしてそんなことある。だって落ちたヘリの近くに敵がいるんだけど、死体もあるけどなんで。ヘリが墜落して生き残ってるのは必ずしもノマドたちだけではないという。敵も生き残ってんの、たまに。敵もたまに生き残ってんの。まあ倒すんだけど。あ、運転手。わ、結構グロかった。焼け焦げてる。もうできたわ。はい。してるよ。はい。おお、すごい姿勢で死んでる。かなぁ。ガンビラキル。タチャンカになったからまずかったからな。タチャンカのせいか。タチャンカのせいで、ね。今ずっと死体を眺めてるだけになった。いた。あ、ドローンって自分に当たったら怪我するんだこれ。まあ、あ、戻ってきたか。戻ってきたよ。さて、あ、そう、あそこの一般人に話しかけようと思ったんだ。うん。フォーカス。一般人？うん、ここにいるのは一般人。ああ、いるね、なんか。なんかサイドかなんか受けれんのかもね。めっちゃ受けれそうな。怯えてる。よ。あ、サイドミッションだ。本当に興味深いわ。これは予想外だったけど、世界七不思議の8番目と言っても過言ではないかもしれないわね。思わず聞いてしまったが、何が興味深いんだ。あ、ごめんなさい。スケルの同僚から送られたデータを見ていたんだけど、彼は特異な現象を調べていて、そしたらホエラーズベイの南に謎の建造物が突如現れたのよ。興味深いな。どんな建造物なんだ。私もよくわからないの。ここの主任研究員のアルバレス・デシャンが今調査に行っているわ。人生において驚嘆したことの一つだなんて言ってる。彼みたいな疑り深い年寄り学者が驚くとなると見逃せないわ。それほどのものならこの目で見てみるのも悪くないだろう。場所はどこだと言った。ああそうね、デシャンの調査地点はホエラーズベイの南エリア、ベヒモス水道のすぐ西ね。了解、協力に感謝する。はい、サイドミッションね。で、あそこに3台の車両と、ああね、このバグ人間見える。このあれだけの激戦があったのに冷静ですね。あの民間人が強い。ここに敵がさ、浮いてるんだけど。浮いてる。あ、何も大の字で寝てるよ。あ、そっか、ちょうどここにね、固まってる敵がね、いるんだよね。あ、多分死んでんだろうけど。こっちの車両もらうか。うん、すごい目のモデリングとかめっちゃ細けえな。みんな目見開いて死んでるからね。あーこれねー、山思いっきり下りたいな。
あ、と思ったけど、このトンネル突っ切っていけるな。うん。線路じゃん。線路だろ。これ使われてる線路に見えないな。もうボロクソだもんな。うん。あ、こねえで。こねこね。お、割と、あ、怖いな、ここ。ああ。ああ、ない。土砂崩れでも起こしたのか。起こしてる。その先ある。いや、知ってる。なんかドローン飛んでっけど。ほんとだ。あれ、検問所だ。これは、まあ、山登りするとしますか。頑張れ、頑張れ。ああ、もう、ここ近いわ。ここがレッドウィーゼル基地。はい。200プラスだぞ、ここは。そっか。俺のレベルなんか4分の1にも満たないぞ、ここ。俺ちょうど4分の1くらいだね。ああ、これね、尋問だ。決してバレてはならないあれだ。うわ、へえ。うわー、すげえな、敵の数。え、敵のレベルは52だぞ。俺と同じだ。推奨レベルは。なん装備とかがすごいのかな。じゃない？あれ、こいつすぐ尋問できそう。ってわけでもないな。ちゃんと敵は減らさないと。うん。まあ、やっても大丈夫そうな敵を減らしていこう。そう。とりあえずあのスナイパーをぶち殺すかな。200m 遠い。まずきっちり偵察しようぜ。もやがある程度なくなる程度に。もうだいぶ長くない？全然ある。ほんとだ。これ多分ね、テントの中なんだろうけど、テントの中にドローンを忍び込ませたらたまに警戒するんだよな。ね。お、近っ。おお、ビビった。こんなとこにいたのか。危ない危ない。なんか尋問一人で普通にプラプラ歩いてんな。そうなんだよね。ただあのこっちにも歩兵がいるし、あとこのここにも歩兵がいる。スナイパーいるね。これはね、倒れる方向を気をつけないとね、手前に倒れてきたらね、死体が地べたに確かに行くことになるから。俺あのスナイパーやろうかな。オッケー。あ、俺がね、俺がやろうとしたんだよ。あ、そうなの。俺 B の方かと思ったんだけど。はい。お。B。待てよ。あの下の兵士が離れてから。うん、B ずっと向こう向いてんだよね。ね。これ。もしかして確保あるのでは。おっと。ただ確保して終わりとは限らないからね。まだあるかもしれない。情報を集めるんだからさ。ああ、兵士一人こっちやってきた。ダメだ。ちょっと尋問目標なんとかするわ。いける？うん、この兵士が離れてくれたらいけそう。おっ。大丈夫かよ。こっち向いてた。あっぶねー、バレるとこだった。また兵士こっち来ちゃったし。わあ、むずいなこれ。でもタイミングを
タイミングを見計らえばこいつは回収できそう。まだちょっと行けそうでいけない。兵士の二人組がまたそれなんだよな。こちらに回ってきたからこいつらがまた奥に行ってくれれば、うわうぜえこいつら奥行けはよよし、目標に接近します。はい、あまたこっち振り向いたよもうこいつ目でもついてんのか後ろに。ふざけんな大丈夫大丈夫待ってやべえ後ろから歩兵が。第三の目がやばい俺そっちの方までちょっと援護できないよでこのこのあ歩兵歩兵オッケー今がチャンスで早いとここいつを尋問してあの歩兵も移動させないとバレる。なんでだあーマジか今ね、うん、こいつを確保しようとしたら近くの情報を拾い上がった。まあいや俺はちょっと こいつと一緒にお話ししに離れます。はい、いやーなんであんなところに情報が。この野郎。よしサリバン、メリディアンと残りの幹部たちはどこにいる。二度は言わせるんじゃないぞ。それならアパロとアシュクロフトを探してくれ。実際にデータを運んでるのは奴らだ。あの二人が全部仕切ってんだよ。敵勝てな。同撃じゃ死なねえ。頑張れ。センチネル陸上基地だ。全部頭狙わない。シンキングカントリー地方のラウンドアバウトこの西だ。くそ。感謝するよ。嘘やろ。ノックアウト。よし。よい。ああ。やっべ、やっべ。ここにはもう用がないみたいですね。でも、殲滅しちゃおっか、どうせなら。オッケー。かっこいい。いやあ、狙ってんだろ、あの情報の位置は。敵の真後ろで情報収集し始めるやつやぞ、こいつは。あ、薄すぎるわ、旗から見たら。みんな隠れてんな。なんか来たし。俺は、まだ完全にバレていないみたいだから。少しずつ敵を減らしていこうかな。はい、あ今いい感じにスナイパーしてるよ。俺んところから見えるのもあんまいないな。ああナイス。はい、えやった。敵自然死したんだけど。俺が撃ったんだよあ、撃ったんだ。俺が撃ったんだよ勝手に勝手に自然死にするな追ってったら、ああ、追ってったらだいぶ減ってる。うん、あれ ?200 プラス?なんかね。だってこれならさ、俺は全然 HDI を入手しようとしたあの基地の方がきつかったよ。わかるやっぱり無人機があるかないかなんだよな。それあの時戦車のような無人機だったし。いったあ、そうフラグで、あフラグじゃねえ、せっかくさっきグレポン買ったのにつけてねえじゃん俺。爆発チャレンジまだしてねえよ。いたあ、無人ターレットだ。壊すわ。壊してめっちゃ撃たれた。ローリング、ローリング。ローリング。あれどこだ。よし。
グレポンの切り替えでどうやってやったの？多分武器構えた時に切り替えオプションかなんか出てるんじゃない？いろいろ T、Y、 あ、Y だ、お Y、 あ、無人機あった、はい、クリア。あ、グレポンの出番はなかった。なかったよ。使いたかったのに。プレート開けておさらばしようかな。はい、帽子とかベストとかいろいろ手に入ってるから。クリアオツです。実質ステルスだな。実質ステルス。まあまあ、だってあれはあれは板がないけど情報の場所が悪い。さてと、武器もどんどん切り替えるか。おお、また強そうな武器だ。なんだこれ、あ、ショットガンか。このゲームのショットガン死んでね。ん？うん。ブーツ、新しい帽子だ。めっちゃダサいけど。めっちゃダサいけど。そこのインフォに触れちゃったんだよ。そこにさ、そこから敵を確保しようとしたんだけどね。場所よ、場所が悪いで。あ、ちょっと上のアイテム回収。おお、なんだん。いや、ちょっと赤いドラム缶あったら打ちたくなるじゃん。わかるよ、わかるよ。ここにもクレートがある。はい、さて。あ、これ、 あいつじゃない、ダイゴロじゃん。え、これ。あ、これね、多分ね、そのディスプレイの映ってる映像が俺とで違うんだわ。マジ？うん、こっちはただのマップしか映ってない。俺伊藤ダイゴロと、なんだっけ、伊藤春日でよ。マジで？あー、ほんとだ、映った。ダイゴロ映った。もう余裕で指名手配犯じゃん。ほんとな。ダイゴロだけパッ出てきたけど、でも右側ハルヒだった。さて、出たよ。うん、目的地の場所がこれか。ん、これじゃない。あ、いや、これか。なんか話し声聞こえるけど、気のせいだ、気のせいだ。赤い もやないしな。これマップ上だとね、目的地の場所が分かりにくいんだよね。それな。あった。これだよね。その辺俺割と近くにファストトラベルあるよ。助かるわ。俺一人でやってる時に解除してったからね。だからファストトラベル一枚に俺より若干ランクが上がってるの。一枚。あれ認証したのにファストトラベルしてくんないや。ん？行くわ。手動ファストトラベル、よいしょっと。あ、タトゥーまみれになっちゃった。顔、あ、すごい。タトゥーよ。この状態で食事したら面白そうだな。食事できない。いや、経験値ボーナスにしよう。インクを頭にかぶってしまったみたいな。ドジっ子かな。あ、そうそう、ヘリ。ガレージ、これでよし。てん、お、目の前にヘリ。人相悪くなりましたね。まあ、便利屋さんだからね。便利屋暗殺者だから。便利な暗殺者があって。まあ、伊藤家の下っ端になってるから今。伊藤家。あ、間違った、これこっちはエレモンだ。向こうだ。ん？あれ、そこの黄色いじゃん。ここはエレモン、エレモンです。あ、向こうです。もっと遠くだったか。どの辺にヘリを降ろそう。パラシュートがあるじゃん。
そうそう、さっき言って、そうだった。行こうぜ行こうぜ。よいしょ。あ、間違った。あ？開くの早かった。ここで開いたら相当遅いじゃん。とりあえずなんだ、目標の左のジャングルあたりに着地しようかな。ああ、オッケー。お、どこ行った？つうかこれ、キーボードだと微調整がむずい。楽だわ。あ、待って、ジャングルにも敵いるってこれ。え、マジで？てか、むしろジャングルの方に敵がいるパターンこれ。ああ、排除か、目標。これね、ドローンに爆発機能があったらすぐ終わるやつだね。ワイルドランズあったね、そんなのも。ドローン飛ばしていこうかなんて。だから、工場内部破壊とかでもね、ドローン飛ばせばもう終わりよ。楽ちん。さて。ドローンが強すぎたね。うん。まず、ここの敵を減らそうか。ここをきっちり片付けて、向こうの本拠点の方に行ってみよう。はい。え？この奥の。これで全員だわ。おお、待て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 。ドジ。いや俺誰もいない家の中にいるからまあ大丈夫だべって動きますったらさ、スナイパーに窓から見られた。そりゃね、窓は透明なんだよな。窓は透明。でも僕はまだバレちゃいないけどね。多分バレたのこの一帯の人たちだけじゃない。かわいい年ですね。ダブル癒されました。何が窓から見られた。いやもう圧倒的、ね、圧倒的ステルス失敗だよそれは。割と近かったしさ、もう窓越しに目が合っちゃってもちょっとね、俺パークでさ、ハンドガンで持ってる間経験値 40% ブーストのやつパーク取ったから、ちょっと待て待て待て、迫撃砲が飛んできた。ソーリー、この辺死んだんじゃね、みんな。うん、あれ迫撃はもう来ないか。奥の人たちは警戒してないのか、ちょっと見ようかな。まあもうしてるんだよな。してた。してるんだよな。当たり前だよな。こんだけ向こうから銃声するなぁなんて、そんなね、間抜けな奴らなわけないよ。本当に間抜けすぎるわ。まだ排除目標も見つかってないのにさ。ね。いて。とりあえずちゃんと偵察だ。はい。敵はどこだ、敵はどこだ。まあ、これはね、二手に、あ、ていうか、警戒対象はあなただから。そっちまでバレてないんだっけ。俺は別にバレちゃいない。警戒してる敵が見えてるだけ。いや、俺がドンパチやってればいいんじゃね。俺はもう、後ろの入り口か、ああ、無人機もある。なんか、しっかり。俺もうね、後ろの入り口から行くわ。多分あと一人が見つからない。結構建物内部にもいらっしゃるみたいだわね。どう、見えない見えない見えない。監視塔のスナイパーをやっちゃ、あー、そんな動かないで。あ、ちょっと実家。たくさんいるね。よしな。特に中心。あ、いた。無力化大将。あ、いた。まあ、いたけど、周りの敵をもうちょっと掃討したいな。嘘。
死体発見されるってそんなされるようなところで撃ったかな。俺どこの死体が発見されたのかさっぱりで。辺りを調べてみるか。あ、無人機。あ、俺真下にいたのかな、ひょっとして。俺いないよ。お、ドローン。敵の攻撃を迂回するんだ。待て待て、そこ普通に敵にこっちにも結構いる。でもこれあなたの独断専攻風景を見るシミュレーションゲームみたいな。シミュレーション。ここにいるぞ。シミュレーション。左。ここ。あ、いいぞいいぞいいぞ。危ない。あ、逃げろ。あ、ここ敵。アルファ。本当だ。あー、すぐ近くにもできる。ここ B いいぞ。あと目標、あのアルファの奥の、あー、ナイス。俺もう見てるだけでいいよ。見てるだけ。アルファが下の道に降りてる。急いあ、ナイス。もう行くわ。やばい。HTI の青じゃん。え、おいしい。いや、シミュレーションばかりしてる場合じゃないよ。しこの建物にいるんだよな。サバリーナ。せっかくの暗すぎのあるんだから使っちゃおう。この建物のやつをやろう。お、な、おい。その階段は見えなかった。あぶねえ。あとはどこだ。いて。さあ、今こそグレポンだよな。そうだよ。あ、グレポン割と飛ぶな。もうちょっと山なりに行くかと思ったわ。このお家の構造わかんないよ。外出よう。おう、ランクアップした。あんだけ暴れたら。グレポン楽しい。ステルス向いてないんじゃないの。ステルス向いてない。いや、まあ、バレた時に使うからちゃんと。ね、割れた時以外使わないが。あ、いた。このモヤがどこにいるのか分かんない。いや、本当にグレポンは相当下前結構いるじゃん、まだ敵。そうね、割ときし。あ、でもグレポンもう一発しかねえや。うん、後ろにも若干いるの。いるんだけどね、その敵見つからなかったんだよね。撃った。え？ナイス。スナイパーかい。どっから撃たれ？いえ、暗いなあれ。あ、なるほど。危ねえ、ショットガン。お、あら。うわ、見事に撃てない場所に。あ、木貫通しないのか。あー、見つかる見つかる。ついに見つかった。やだ、音が近い。弾き込まれた。よし、やってやる。おお、俺がやった。あのスナイパー撃ってほしいな。もうはい。
え、もうね、草が邪魔で見事に当たらない。本当の当たんない。痛い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 。よし、はい、あいつ、ほい、あら。スナイパーは胴体一発で死んでほしい。ああ。よし。あとヒットリ。捜索中止。あ、そこか。はい。はい。あ、待って、ロケラン。あれあれ。お、あぶねあぶね。あぶねあぶね。あぶねあぶね。あそこまだなんかいるよ。どれどれ。はあ、こっちも。ん、あ、こっちじゃない。あ、あとどこにいる。え、建物の屋上になんか。ああ、無人。あ、無人か。あ、これ自動迫撃砲だ。さっきから打ちかましてくんのこいつや。ね、あの敵が一人だけ建物内にいるのは分かるんだけど、あの建物の中で見つけられなかったんだよね。隠れてんの。これは探しに行ったんだけどな。あった、調査目標。お、なんかもらった。目標達成。おお、なんだいなんだいなんだい。なんか装備ボックスみたいの売ったら爆発するんで、なんかこれで会合の場所が分かりましたと。これまだ序の口やぞ。まだあるの。まだあるよ。リワードゲット、はい、上にくれてあるよ。はい、アイテム収集はする。この鍵は革命の。あ、誰か捕まってんな。あ、こんにちは。本当だ。ああ、何も言わずに出てく。あ、敵に見つかった。あの人ね、どこにいるのか分かんないんだよな。助けた人なんか騒いでるけど。助けたんだから黙っとれ。敵見つけたわけ。このお家の中の敵がどこにいるのかわかんない。え、あ、ハテナマークあるやん。ピンついてるよ。あ、いた。あ、死んだ。俺パークで近づいたら自動のでピンつくやつつけたから。ああ、いいね。うん。